皆ままお待たたたたせいいしましし再開いたしますさて、ここからは、How to make Web3 community をテーマにお話を伺ってまいります。それでは皆さん、よろしくお願いいたします。 こんにちは本日モデレーターを務めさせていただきますたぬきちと申します私はコミュニティでの情報発信からイベントの運営まで幅広く活動させていただいています本日はよろしくお願いいたします今日はですね How to make Web3 コミュニティということで Web3 コミュニティをお持ちのお三方にお話を伺っていきたいと思います それでは早速ですがスピーカーの皆様に自己紹介をしていただこうと思いますまずは川昭宗さんからお願いいたしますあ、お願いしますああのまあ、今ちょっとアキムっていう名前で活動してるんですけれどもあのベリーロングアニマルズっていう顔長い動物の NFT のコレクションをのファウンダーとクリエイターをしていますアキムと申します えっとですね、ベリーロングアニマルズはなんかこのちょっとこれまあこれなんですけどまああのこれちょっと間延びした感じの顔の動物の NFT コレクションでまあみんなこの NFT コレクションを買ってこ,うこれを PFP とかにして Twitter とかでコミュニティをなんか作っていくみたいなスタイルでやってますでえっとまあちょっとあのちょっと提出した時の情報が古かったんであれなんですけど今あの二次創作がすごいたくさんあって、まあ、200以上200二次創作が。 あってでそれでコミュニティをそれとまあ僕が出してるジェネシスっていう本景のコレクションであのまあなんか結構こうちょっとふざけた感じのことをするコミュニティを作ってるっていうものですよろしくお願いしますありがとうございます続きまして西村太郎さんお願いいたしますああよろしくお願いします西村と言いますえっと僕の方はちょうど今からだと一年半ぐらい前去年の1月ぐらいから えっと、ディスコードで YFL イールドファーミングラボというコミュニティを作りまして、まあ、当然最初1名から僕1人でスタートしてで今ちょうど1万4千人ぐらいまでは増えたかなっていうふうに思っていますあとはまあクリプトの事業的には、えー、まあ本業はシステム開発会社をやっていまして今日下の階でブースを出展させていただいております ブロックチェーン系の開発であれば一通りできると思っていますのでご興味あれば遊びに来ていただければなと思いますそうですねあとは今だいたい12人ぐらい西新宿で事務所構えてやってるんですけども9月ぐらいから東新宿近いんですけどオフィスを拡大して大体120坪ぐらいのスペースがあるところなんですけどもそこでまあ よくある形というか、えー、クリプトのカフェバーみたいなのをオープンしようかなと思ってますで、えー、3階建てというか3フロアなんですけど一番上を事務所にして、えー、下の1階2階、えー、実際には4階5階6階かな、えー、っていうところで、えーまあ、クリプト好きブロックチェーン好きが集まれるような場所を作っていきたいなというふうに思っていますよろしくお願いしますありがとうございます続きまして志村優樹様お願いいたします お願いししまままますすすす聞聞ここええててか志村と申私は今年の2月からアンチェインという Web3 の開発者コミュニティを指導しました指導始めました、はい。コミュニティでは NFT の作成や DApps の構築といった プロジェクト開発を通して手を動かして Web3 を学んだり、クライアントワークやハッカーンを通して、ギルド的にコミュニティメンバーがチームを組成して実務経験を積みながらアイディアを形にする力を身につけるというところを目的としています。はい、今はだいたい1000名ぐらいの方がいらっしゃるのかな。ちょっとエントリーをあ開始したのが2月で、コホートベースでご招待をさせていただいているんですけども、えっと、そうですね。ポリゴン。 東京ハッカーハウスにこうみんなで参加して20組くらいのチームが出て1組 NFT のプロジェクトで賞を取られたりなんかそういう形で学んでこう共同開発をして事業創造をこうコミュニティでやっていくというところを軸に今やってますよろしくお願いしますありがとうございますそれではですねセッションテーマについてお一人ずつお話を伺いながら皆さんでお話していきたいなと思います。 ではまず一つ目ですねコミュニティの紹介皆さんがお持ちのコミュニティについてご紹介いただきたいと思いますそれではまず川さんからお願いできますでしょうかあはいえっと僕のコミュニティはその,あの NFT のコレクションにひも付いたコミュニティでえっとまあ海外とかだと例えば「ボワードエイプ」とか、えー「クローン X」とか、えーと「ナウンズ」とかなんかそういうコレクションがあると思うんですけれども、まあ、それと同じでこう買った人たちがこう PFP とかプロフィールピクチャーとかにして、えー、SNS 上とかでこうなんかこう絡んだりとかあるいはオフイベントを開いたりとかして、えー、とこうなんか集まっていくっていうタイプのコミュニティですね。であの、まあ、その結構 NFT コレクションにあるのがその画像に込められたコンセプトとかそのなんていうかそういうクリエイティブのコンセプトによってこう人が集まってくくっていう特徴があって、えー、例えばその なんていうか例えばナウンズとかであったらあのメガネがやっぱ特徴的であれがなんか CC0 になっていてなんかそれをこう使った画像とかをこうみんな楽しむみたいなところで割とこうなんかオンチェーンの思想が。 強強いいよような人人推的がが集まったりとかすするんですよねで僕たちはその、まあ、あの見ていただいたようにちょっとまぬけな感じの顔が長い動物のコレクションですんで結構なんかあのネット上でふざけたいような感じの人が集まってて割と最近インターネットで堅苦しくてなんかこうちょっといいことを言わないといけないみたいな雰囲気があったところを、まあ、割と2チャンネルとかが流行ってた時みたいな緩い時間が流れてるようなコミュニティを作ってるっていう感じですよろししくお願いします。 あれですよねなんか最近は二次創作もすごいいっぱいあってその二次創作の方のコミュニティイベント見てたりと、ね、かベリーくベリーロングアニマルズベイビーズとか、うん、ベリーベリーマッチョアニマルズとか, <laughs> なんかベリーベリーロングアニマルズとかうん、うん、あとベリーロングアニマルズガールズとか、うん、例えばガールズっていうコレクションだったらなんかこう持ってる人たちでこう女子会ってイベントを開いて田、まあのきさんとかも来てくれたんですけど、はい、なんかそういうなんかこの。 二次創作があってその二次創作の中でもコミュニティができるみたいな感じで結構こうコレクションがもうめちゃくちゃ200くらいあるんですけどそれ,それぞれでなんかまたコミュニティがそれぞれあるみたいな形のちょっとそういう形で分散した全体のせ設計してるわけじゃないんですけどそれぞれ主導して動いてくれてるうですね。うす、はいはい、ありがとうございます それでは続きまましして西村さんお願いいたします、えっと、ほとんどさっき言っちゃったんですけど <laughs>、えーまあ、最初僕も1年半ぐらい前に DeFi を初めて触り出して、えー、本当に分かんないことばっかで、まあ、それこそメタマスクの中にクリプトがそのまま入ってるって普通に思っていて。 でまあ、その時あった Discord 等のコミュニティとかでもいろいろ質問というかもう本当わ分かんないことだらけで教えてくんやってたんですけど、まあ、そのコミュニティ悪く言うわけじゃないんですけども教えてくれって言ってもあんまりなかなか教えてくれないというか、えー、勝手に調べろみたいなあちょっと言い方悪いですけどっていうところもやっぱり風習的にあってで、えー、やっぱり分かんない人にとってはしかも直接お金に直結してるんで。 えーまあ、焦ったりとかするわけでそれですごく自分も焦ってた時もあってでそういう困ってる人たちがやっぱりたくさんいるので、まあ、その質問したら100%返せるような、まあ、コミュニティを作ろうというところで、えー、作り始めたところ、まあ、正直時期も良かったなというふうには思うんですけども、まあ、だろう特に問題もなく、えー、どん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 増えていったのかなというふうに思ってます。で最近だと えー、あまり人数は伸び悩んでいるのかなとは思っていて、まあ、正直、僕があんまり中身見ていないっていうところも本当によくないと思うんですけど、まあ、もっと向き合えば、えー、どうなんですかね今だとこの業界だとどのぐらいがマックスなのかちょっと分かんないですけど、うん、まあ有名なところだとください .jp さんとかだと2万5千ぐらい 2> 2万ちょっといますね2万ちょっとぐらいはい。はい まあ変な話そこが今のところマックスなのかなっていうふうには見てますけどまあ徐々にどんどん広まってくればまあ3万5万ぐらいだったら日本でも行くのかなっていうふうには、えー、思ってますですねまあ、紹介ってわけじゃないけどそんな感じです 私はそれこそリアルの場でこうみんなでアップデートとか話したりとか今週こんなニュースあったよねみたいな話とかもよくしてるんですけど私がなんか遊びに行かせていただいたときにすごい印象的だったのがそれこそクリプトネイティブじゃない方本当に何も分かんないよって方とかもいらっしゃってビットコインって何とかもうそこの段階からすごいきちんと教えてくださる講習みたいなの開いていてなんかそれはすごい珍しい取り組みだなと思いましたね,そうですね。でで今だと西新宿の僕の僕オフィスで 土日のどちらかを開放して、えーまあ、正直1万2000円ぐらいはもらってるんですけど、月々。でえー、40人から50人ぐらい、だいたい毎回来るのは2 3 0人ぐらいですかね。で、えー、そのブロックチェーン、えーまあ、イーサリアム、トアみたいなところもちょっと教えてみたりとか、えー、しています。でまあ、僕だけじゃ当然でできないので ユ、えーチューバーなのかな、もはやちょっと肩書きわかんないですけどジョンさんという方とあとユーさん、えー、あとサガッチャツイッター、Twitter、のネームであれですけどその辺とみんなで、えー、やっていて、えー、どうなんだろうな、毎週2、3人ぐらいは増えてる感じはしていて、まあ、それでちょっと手狭になってきたので、まあ、新しいオフィスに引っ越そうかっていう話が出た感じですかね。うん、なのでオフライン の部分って結構大事にしたいなと思っていて、うん、オンラインだとなかなかあのー、うまくコミュニケーション取れない人もたくさんいると思うので、うん、まあ逆もしかりなんでしょうけど、まあオフラインのイベントっていうのをまあどんどん増やしていきたいなっていうふうに思ってる感じですね、はい。ありがとうございます。続きまして志村さんお願いいたします。ありがとうございます。先ほど結構話してしまったんですけど、<laughs> 今そのアンチェーンに参加されてく。 る方はだいたい七十パー八十パーセントぐらいがもはやあの既存のちょっとウェブツーっていう言葉が、うん、あリスペクトを込めて私はいつも思うんですけどうん、うん、あのもう実際にエンジニアとして活躍されている方でこれからウェブ三にどんどんこう挑戦していきたいと思ってくださっている方がえっとメインですはいあとそうですねコミュニティの紹介で言うと先ほどもちょっと話しちゃったんですけど基本的にその今はえっと 相互学習先生がいなくてもコミュニティの中でペア2ペアで学びが行われる仕組みを作っているのでそこの部分がもうすでにあの日々動いているというところとあと、えっと、先ほどちょっとお伝えしたそのハッカソンをちょうどですね今年の7月か7月の最初に、えっと、ポ,リトポリゴン東京ハッカハウスがあったのでその1か月前からチーム組成をコミュニティの中で行ってこうまだ そこでこでたたディスコードの中でしか会ったことがない人たちでもこうアイディアを出し合ってチーム組成をしてこう開発を進めて実際にこうとと当日あのプレゼンテーションデモをするというところが直近あったことですねあとは実際にそのあのまだ MVP の段階でちょうどそれがえ終わったところなんですけどこうえっとコラボレーションみたいな形でこういうプロジェクトをやりたいってこう思ってらっしゃる事業を。 社の方とコミュニティのメンバーをご紹介してつなげてこうチーム開発みたいな形でプロ,ダクトプロジェクトを作るみたいなことが2件そうですね2月から始まってありましたなのですごいそのいろんな形で今はまだそのどういう形でこのコミュニティをあを一つのなんかな仕組みに落とし込むかっていうところは考え中ではあるんですけども最終的にはその我々が目指しているところは 開発者というかそのプロジェクトビルダーって私たちは呼んでるんですが彼らが報われるという言い方あれなんですけど状態を作れるようにあのこう、えっと、今はコミュニティートークンなんですけど最終的にはそ,のそういう方たちに対して誘導性の高いストックオプションみたいなものが作れるようなネットワークの仕組みを作っていきたいと思っています。うん あの志村さんのコミュニティの中ではやっぱ相互にこう学習とかが進んでいくようにと言いますかみんなを助けたりっていう仕組みでそれこそ何かしてくださった方に称号が与えられたりとか NFT がとかそういうものを拝見したんですけれどもあ,ありがとうございますあ,あ,ありがとうございます、はい、そ,うそうなんです、えっと、今コミュニティではチャイというコミュニティトークンをあの発行していて今例えば P2P でこう 勉強をする時に教えてくれた方にはチャ、えっと、イを自動でデスクード上でリツピースタンプっていうのをこう押してるんですけどそれが押されてる投稿者の方にはチャイを渡ししていたり、えっと、今 NFT で言うとスターパスっていうものを発行していて、うん、それはあの技術の試験みたいなものがあるんですけどそれを突破された方にお渡しするっていうふうに、んえっと、今してます。で ね、ハウってしまうため、今会場の音が拾えてないんです。すみません。ただすごくよく聞こえてます。<と>大丈夫です。ありがとうございます。コミュニティとしては、はい、ギバーオンリーっていうちょっとそのなんかプリンシップを1個掲げていて、こうギブをするっていうコミュニティに対してこのお互いが1人で開発者として強くなるのではなくて、こうみんなで強くなっていこうっていうところに、えっと貢献してくださった方に、えっと、チャイだったり、えっとそういう形でこう、えーまあ、チャイをお渡ししてるっていうことをやってます。 ははいいいいいありがとうござままますすすでで次のテーマに進ませててただきます質問してもいいんですか、はい、アンチエンさんのやつ僕見させてもらったんですけどさっき田之吉さんと横でも話してたんですけど、はい、僕はまあ特にエンジニアでもないんですけどあれってなんだろうあのコミュニティみたいのって入れるんですか <laughs> 結構なんかあのカリキュラムというかタイトルのタイトルだけ見させてもらったんですけどかなり突っ込んだところまで実践的な。 カルクラムがすごい揃ってるなと思ったんですけど、うん、あれなんか見たりとかできるんですかね。ありがとうございます 実はその全てのカリキュラムはオープンソースで GitHub で管理されているのであの正直コミュニティに入っていなくても誰でも見れますコミュニティ指導で今どんどん学習コンテンツも拡充していっているのであの本当に誰でも見れますというのがまず1つですねでもう1つはコミュニティは今ちょっとエントリー制というふうにさせていただいているんですけど、うん、基本的に、えっと、GitHub とターミナルの使い方をある程度分かっている方というところを目安にっと目安に。 入れてあのお招待をさせていただいているっていうところがあります。えっとそうでない方でもあの何て言ったかなそのコードにご招待する時の比率で例えばえっと今回はじゃちょっとあの初心者の方を多めにお入れするとかっていうのはえっと今のそのコミュニティのピ,ピアツーピアで教えられる人の数が増えてきているタイミングでどんどん増やしているっていう状況になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。 ちょっとねお時間が押してきてしまいましたのでここからの質問をお一人様1個ずつお伺いしていこうかなと思います2つ目の質問ですね運営の苦労それをどう解決したかということで、えー、と川さんお願いできますでしょうかあはいお願いしますえっとそうですね僕たちやっぱその NFT コレクションのえっと そのコミュニティですんで、やっぱも持ってる人たちのコミュニティなんですよね、うん。ってことは、それをやっぱり購入していくっていう形なので、であのあるあるがその運営側からしたらもちろんそのプライスが高くなる方があの。 要するに運営がどんどんうまくいくのであ,のありがたいブランドもついていくのでありがたいんですけれどもその持ちたい人からしたらどんどん手に入りづらくなっていくっていうかそのお金持ちじゃないと持ってないのかよみたいな感じになっていった時にそこでなんかこうコミュニティがこう何て言うかつい,ついてこなくなっちゃうんじゃないかなっていう課題とかが割と、えー、結構最初の方で起きてしまって。でそのだからそのやっぱりその たくさんこうイーサリアムとか持ってる人だけしか買えないっていうふうになるとコミュニティが特に日本中心だったのでその日本だと大きくならないなっていう感覚があったのでそれがやっぱり課題でしたね。うん でそれをどう解決したかというと2つあって1つが二次創作をフリーにすること二次創作をフリーにすることであのそのいろんなこうコレクションをベリー・ロング・アニマルズにこう関連したコレクションをコミュニティで作ってもらってその商用利用とかも OK にしていくことで割とそこのこうコミュニティになんかそに PFP にしたい人がその二次創作を変えるっていう形にしたのが1つとあとはそのポイント ポテトポイントっていう最初ちくわポイントだったんですけどちくわトークになったんですけどあのポテトポイントっていうのを作ってそのコミュニティに貢献した人はあのポイントがもらえるっていうふうにしてでポイントを持ってるとベリロンがベリロ,ベリロ,ベリロンガにまずベリロンっていうんですけどベリロンが安く買えるっていうふうにしたんですね <laughs> そしたらあのコミュニティの貢献の仕方っていくつかあると思っててあのお金だけじゃなくて時間とかあとはクリエイティビティとかもあの発揮してそ,のそれがなんか総合的に ある人がこうどんどんコミュニティに入っていく形にしたいのでこうお金だけじゃなくてそのなんか面白いこと言ってる人とか,なんかそういうたくさん時間を割いてコミュニティに貢献してくれた人とかはポイントがもらえてその人もベリロン変えるよみたいな形にしたのが割とえそれなりにワークしたのがまあこのしばらくだっったかなっていう感じですねツイッターとかでもあの二次創作のを持ってこう,こういう活動してますとかってやってる方にそのポイントを付与しますあそうでですすね二二次次創創作作ももポイントもらえま自体が割と コミュニティ全体を広げてくれるすごい原動力になっているという形を取ってますね。うん、はい。はい、はい、ありがとうございますで。では次の質問に移らせていただきます。コミュニティメンバーから求められること、では西村さんお願いいたします。求められること、求められてる声があんまり届いてないからちょっと正直わかんないですけど。<laughs> 何か求められてるのかな？やどうなんも問題解決なのかなと思いますね。まあ、正直求められてることが入ってきてないですね。なので、逆にそういう求められてるようなことをまあ、目安箱じゃないですけど、まあそういうふうに作ってまあ、コミュニティがどうして欲しいかみたいのはまあ、吸い上げないといけないのかなって今質問で思いました。 そそれこ YFL とかは週に1回必ずこう集まってリアルの場に結構な人数の方いらっしゃっていくじゃないですか、うん、でなんかその場でそそれこそ今週のアップデートだと質問とかも結構受け付けていくじゃないですか、うん、なんか毎週それを解決しているようなイメージはありますすねね確かかにそうです、ねうん、なんか1回そのオフラインの方ではやっぱ今、オンラインとオフラインって結構離れちゃってるというか、うん。 そのオフラインで会ってる方々は本当しょっちゅう会ってるんであれですけどオンラインの方はやっぱりほとんど見えないので、まあ、オフライン中止になってるような気もしていますね。で、まあ、例えば今日聞いたら来週、うん、えそれの疑問に答えられるような、まあ、何かしらの、うん、え説明をさせていただくみたいな感じですか、ね、来週までになんか準備しとくねとかっ言って話したりとかされてましたもんはい、はい、そうですね。 Web3 コミュニティの重要性、またこれから必要だと思うこと、志村さんお願いいたします。ありがとうございます。えっと、そうですね。Web3 コミュニティの重要性というところで言うと、あのこ個人的なその研究したこととのえっと、はい、の知見の共有になっちゃうんですけど、えっと Web3 の前は。 ウェブ2であったりウェブ1っていうふうに言われてますがこの時代は企業が主役でもウェブ3はコミュニティが主役だっていうふ私は考えてます。例えばその企業だったら企業にはミッションがあって、えっと、MVP があってそれをどんどんこう検証しながらプロダクトとかサービスを拡大していく。 Web3 だったらこうミニマルバリアブルプロミスっていうこのコミュニティを通して何を実現したいのかっていうところが最初にあってそこに対してこうコミュニティのメンバーであったりこうえっといろんな興味を持ってくれるステークホルダーの方たちが協力してこうそのプロミスの実現に向けてアクションを起こしていくっていうふうになってるのかなっていうふうに思っているのであのそういう意味では Web3 コミュニティっていうのはもっとこうなんていうのかなえっと。 運営とコミュニティメンバーの垣根がない状態、一つのチームっていうふうになっているのがすごく理想だと思っていて、えっと、そのために必要だって思うことは二、えっと、つあります。私の場合はあの NFT も出してるんですけど、どちらかというとそのコミュニティートークンというところに基軸を置いているので、一つはそのやっぱりコミュニティートークンのユーティリティの構築というところだと思っています。 サービスがあるとか場所があるとかチャイがあるとものが買えるとかでもそういうのってやっぱりすごくそのどうやって安定したトークンエコノミーを築いていけるかっていうところに気にしてくるのでまずはそこの構築がすごく重要かなっていうふうに考えてますでもう一つ二つ目が私はいざコミュニティのユーティリティを拡大したいと思ったときに例えば企業さんであったりまあ個人であったりがトークンを保有できる状態あの今我々は 金銭的な価値のないトークをやっていますしコミュニティートークンというもの自体がどうにかくこうあの日本の法律だったり税制の中で問題なくできるようにというのは考えているんですけど今後もっと Web3 が拡大していく中でそこであの、まあ、税制のところですねそこがやっぱり改善されるということが今後 Web3 コミュニティが拡大していく上ですごく重要なのではないかなというふうに考えてますありがとうございます。 それではですねこちら最後の質問になっているんですけれどもお時間がギリギリになってきていますのでなんか今後の取り組みでしたりとかコミュニティとしての展望アップデートとかありましたらお一人様大体一分ぐらいでさっと話していただきたいなと思いますではまず川さんからお願いしますそうですねまあ、志村さんがおっしゃったのも結構ち近くてそのコミュニティの中でこう配られているポイントであったりなんかそのトークンっていうものにユーティリティ つけて,いってなんかそれで生活できるみたいにしたらすごいやっぱり面白いなって思っていてなんかそのコミュニティに貢献することであのこうなんかご飯が食べれるとか家に住めるみたいなふうにしていくとなんかそこがなんか国みたいになっていくのでなんかそういうふうにベリロンだけをやってなんか生活してベリロナーみたいな人とかユーチューバーじゃなくてみたいな人とか生まれたらめっちゃ面白いなとか思ってますね、はい、ありがとうございまますで続きしして西村さんお願いいたします。 そうですねあの本当にそう思うというか結局、なんかトークンに紐付けないと、まあ紐付けるといろいろなことができるなとうう思っていてただ、日本だとどうしてもほぼ不可能に近いと思うので、まあ、うちもまあ僕がまず、えー、今年日本から出て海外に移住しようと思っているんですけど、えー、まあ僕の場合はタイに行こうと思っていてで今のコミュニティディスコードのコミュニティでちょっと限界を感じている部分はあるので、まあ、あとは Web3 っぽくというか。 トークン発行してクラウドソーシング的なコミュニティで貢献した人に対してトークンを付与してそれがいわゆる現金化というかステーブルコイン等に変えられて正しくコミュニティに貢献した人にそれなりの恩恵があるような形っていうのを作っていきたいなと思っていて今まだ日本なんでトークン発行はできないですけども。 まあ設計等はまあほぼ終わっていてえ近いうちにツイッター、Twitter、等でまあホワイトペーパーの公開みたいのはしていこうかなと思ってるのでえそうですねやっぱりウェブ3化みたいのをダウ化みたいのをやっていきたいなというふうに思っていますはいありがとうございますそれでは志村さんお願いいたしますありがとうございます多分あの皆さんがおっしゃってくださったからすごく近いと思うんですけどえっと私だ私 との今直近の課題はいかにそのトークンの分配の仕組みを自動化するか、プロトコル化するかっていうところが大きい観点になってます。今すごくそのあのなていうのかな、とりあえずえっとこれぐらいの量をトークン今お渡しするって何をやったらこれぐらいっていうのをあのテストしながらやってるんですけど、それを全部ちゃんとブロックチェーンのコントラクトに書き落として誰でもこのプロトコルをあの使って。 実際にトークンの分配の仕組みをどんどん運用できるような状態に持ってるようにしたいなというふうに考えていいまますすはい、ありがとうございますやっぱりなんか皆様、コミュニティでそのトークンだったりとかを出してでも、コミュニティの中とかでも回っていくような仕組みをどんどん作ってコミュニティが自分で主体的に動いていくようにしていきたいっていう感じはやっぱりそうですよね皆さん、そういう思いですよねそうですね。 まマイクを <laughs> マイクそうです <laughs> <laughs> ありがとうございますだか Web3 を取り入れていくにあたってやっぱコミュニティは非常にねこれからも重要になってくると思います皆様のお話を伺って私も非常に勉強になりましたし今後もみんなで、ね、いろんなコミュニティを盛り上げていけたらいいなと思いました本日は皆様本当にありがとうございましたあり,まありがとうございました。ありがとうございました ありがとうございました。